悲しみに寄り添うセンチメンタル切なロックバンド、ことの葉。ライブを中心に活動してきた彼らにもコロナ禍が。もどかしい気持ちっていうか、やるせなさっていうか、そういう気持ちが一番多かった。パフォーマンスとしてもライブを一番見てもらったって。それでも状況を前向きに捉えました。制限された中でもやれることって考えれば逆にチャンスだと思うんで。めっちゃ迂回数増えた。活動はブレーキがかかるどころかむしろ加速。曲や PV 制作などひたむきに音楽活動を続けてきました。出さなかったら忘れられるのかなと思ってて、ことの葉は動いてるぞということを証明するためにやった。インターフェース全員買って曲作りのスピードが上がった。逆境を糧に進化を続けることの葉。今後はライブ配信にも力を入れていくといいます。その勢いは止まらない。好きになってくれる人も肩並べて歩いていけたらなと思ってます。